はい、今ですね、どこにいるかというと、タイのチャン島にいます。チャン島のフェリーが発着する場所があるんですけど、そこの一番近いビーチにいます。サイケオビーチよりもそのフェリー乗る場に近いところなんでね。で、あんまりここ人に知られてないです。ガイドブックなど載ってなかったんですけど、地元の人に聞いてね、ここいいって言ったんでちょっと来てみたんですけどね。ビーチが、まあこんな感じなんですけど、人がいないです。あんまり知られてないんでね。なんでもほぼプライベートビーチ状態です。なんで、まあプライベート感が充実させたい方はここをお勧めするんですけどね。なかなかいい感じになりますね。今夕方5時30分ぐらいでちょっと夕日が落ちてきてるんですけどね。ロシア人っぽい、人々がそこにいます。で、こっち見ていただくと、まあこんな感じでですね、山とかが見えて、でかなり遠浅です。ずっと遠浅が続いています。200m、300m ぐらいがね続いてるんですけどね。すごいですね。